HIJIME! え違うわ。HI、えあれ H、あれ ?HIJIME! どうも、はじめです！マジ！はい、というわけで、お久しぶりでもないんですけども、実はですね、久々に静岡に帰ってきました。はじめ社長でございます。俺はここ2日間ずっと富山県で仕事をしていた。ちょっとすいません、時間のない中動画撮ってるんですけども、簡潔にまとめよう。特技が欲しい。そう、私特技が欲しいんですよ。まあなんか遊戯王カードとかポケモンカードとかパズドラモンスト、趣味、特技まではいかないですけど、趣味みたいなのはたくさんあるんですけども、使えん。まあ、使えんわけではないです。大切なコミュニケーションツール。すごい夢中になってて頑張れるものとして、すごい僕のモチベの上がりには繋がってるんですけども、使えん。あんまりこう、なんか日常生活で、わ、すごい、あ、そんなこともできるんだみたいのにはなんないんですよね。そう、そういうことばっかしてた結果、私には特技が一切なく、まあ、ちょっとピアノが弾けるぐらい。ですが、ほとんどできることもなく、イベントに行っても、イベントとかで、壇上とかステージに乗っても、残念ながら私、はじめ社長、やることが、ない！そうなんです。やることがないんです、僕。歌も歌えない。ダンスもできない。面白いことも言えない。もう、ははは、どうせばいいの？どうせばいい？僕のできることといえば、ヘラヘラと、なんか僕が個人的に好きな動画を撮ることぐらいしかできないんですよ。大問題です。実際大問題なんですよ。ユーフェスとか行っても、何もできない！というわけで別になんかステージの上でなんかできるようになりたいってわけじゃないんですけども、こうなんか使える！え、すごい！はじめ、結婚してみたいな特技が欲しいと思いまして、何かこう特技を身につけようかなと思っております。かっこ仮。よかったらコメント欄にですね、私はじめ社長が、できたらかっこいいとか、なんか男の子はよ、はじめんがこれできたら尊敬するわみたいなのを書いてください。コメント欄でお願いします。で、女子の女の子の皆さんも、はじめ社長ができたらマジでかっこいいみたいな、僕がその特技ができたら惚れそうなものをぜひコメント欄で書いてください。まあ、動画にするかもしんないし、そのコメント欄のちょっと様子を見ていいなって思ったやつがあったら、それを趣味にしようと思います。まあ、個人的に本当に、興味ないんですよ。興味ないことには興味ないんで、コメント欄を見て興味を沸かせられたらできると思って、ぜひコメント欄で皆さんが、はじめ社長が身につけたら良いと思う特技、書いてください。よろしくお願いします。まあ、ほんとその気になればマジでやろうと思ってるんで、というわけで、ぜひ皆さんコメント欄に書いてください。そして何より、アバンティーズ復活おめでとう！じゃん！